そのうちだんだんうなぎがちっちゃくなるかもしれない。松本さんって書いてある。マジか。マジか。すいません、お待たせしました。ですね、一応1日は開けれるんじゃないかなと。でも4日も予定が入ってまして、もうほぼ1週間のうち3日間開けれたらいいんじゃないかなと。一応まあインスタにはこういった感じになりますみたいな感じで告知はしようと思ってるんですけど、でも愛知県の一式のみ使ってるんですよ。でもうこのコンセプト的にすごい簡単に仕上げて、人に任せれるような形にするんで、もう朝一でうなぎは、まあ、魚屋さんにさばいてもらったのを入れてるんですよ。個人的にうなぎが大好きなの理由ですかね。あとやっぱ岡山市のいろいろうなぎ屋さん行ったりしたんですけど、関東式のうなぎ屋、今三谷さんですかね、新しくできたお店以外はないんで、これやったら僕以外の人でも簡単にうなぎができるんで、余裕だったし、これ？あ、そうですね。あ、どうも。ありがとうございます。いや、ありがとう。ついてもらった。このペースはすごい。すみ、失敗しちゃったんですよ。M サイズ買ったと思いや、L サイズ来ちゃってて。これね、でもね、だいぶね、多分お客さんからしたらだいぶ大きいうなぎになるけど、コスパはいいと思うんですよ。お店はちょっと赤字になっちゃうかもしれないですけど、そのうちだんだんうなぎがちっちゃくなるかもしれない。これね、舞うんですよ、カニがね。ちょうどもう本当4年間でこの髪型やってるんですけど、ホストのローランさんがすごいテレビに出てきた時に、便乗商法で農家のノーランドって、僕まあ農業やってるんで、そうそう、農家のノーランドっていう形で、まあ、ちょっと便乗商法でバズらないかなってやって、バズらなかったら慣れの果てです。ローランドさんうまいですね。Bubble.
11歳初めてなんですけど頑張りますのでよろしくお願いいたします。蒸し焼き当然蒸し焼きになりますのでちょっとお時間いただくようになりますけど、まあ、待つのもうなぎの一興ということでよろしくお願いいたします。まず3名ずつ、あ、3名、2名の順番でいきますんで。はい、すみません。ご飯このぐらいにする？もうちょっとこのぐらいです。はい、もう3名ともこのぐらいの量する。いいです。すいません、お待たせしました。どうぞ。はい、すみません、お待たせしました。すみません、お待たせしました。
それは今日は土用の丑の日ですね。ふっくらと香ばしさの大人の上品な、もう最高です。まあ、一応これから2時半まで、はい、ラストオーダーを取らせていただいて、夜の部は、17時半から19時半までになります。定休日はまだちょっと決まってないんですよ。まあ、なるべく従業員と一緒にやっていきたいなと思ってるんですけど、やめたからよかったです。まだいろいろな面でよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。